ウブラジー、初めての体験メールをご紹介したいと思います。はい、栃木県16歳俺らの心の拠り所ワカーヌさんからいただきました。はい、私は先日高校野球の野球応援に吹奏楽部として参加しました。野球応援に参加することは初めてではなかったのですが、雨の降っている中で行う野球応援は初めてでした。惜しくも私の高校は負けてしまいましたが、雨に濡れながら演奏したことは、普段室内で演奏している私にとってとても貴重な体験でした。それでも、野球の時期ですよ。夏といえばね、高校野球がありますからね。この高校野球ね、このは。雨に濡れながら演奏する姿、うん、そして逆にもう暑すぎて楽器がもう熱でなんか熱くなっちゃうからタオルとかもかけたりするのよ。みんなもうね泣いてるのかもう汗なのかわからないぐらい、うん、みんな集中してるわけよ。せやな、もう俺もうほんま夏感情がもうなんていうやろうね、忙しいのよ。イエーって盛り上がる時もあるし、負けたらやっぱこう涙も出てくるし、うん、まあ、それだけ夏は俺すっげえ感情の動きが激しい。俺はさ、なんか野球もそうやけど、そういう演奏もすごい感動する。だから両方感動するから、それめっちゃええなと思う。ほんまにね、このね、甲子園球場で聞くブラスバンド、うん、吹奏楽部の皆さんの応援ってマジですごいよ。なあ。やっぱりその高校によって、うん、まあ、吹奏楽部の人数も違うからさ、うんうん、で、こう、なかなかこう、人数が集まらないところも、地域の皆さんが、久しぶりにドラム叩くとか、おじいちゃんおばあちゃんが頑張って演奏してたりとか、もう高校によって違うのよ。そういう楽しみ方もあるので、俺はやっぱりもう今の時期。まあ、暑いな、暑いな。俺も、うん、俺今年の夏、うん、ぶっちゃけ何わ男子の中で一番忙しいと思うねん。なんでなんで？ライブもそう、24時間テレビもそう、うん、でみんなここの仕事もそう、うん、それプラス俺プロ野球も見て高校野球も見たわけ。いやいや、それはさプライベートやん。いやいや、もうだからもうだから俺今もう、うん、夏忙しい、まあ、多分感情は忙しいと思う。感情忙しいよ、すごい忙しいと思う。もうマジで夜とかもご飯誘われてもごめんなさい、今日ちょっとこの後野球の番組見なあかんのでって。でも野球好きな方はそれ見ながら一緒にご飯食べるとか。いや、まあそれもいいね。それいい。いい、それいいやろ。むしろもう一回録画してた、うん、試合とかを家読んで見ながら、うわ、ここ良かったよな、とか、ここでさ、ジョックロックが流れんねんで、とか、こういうのやりたいわ。で、ワイングラスに、ジンジャーエール入れてやろう。そう。お酒はもう飲まんから。そう、飲まへんから。そこだけ調子飲んでる。そうだけ調子。ワイングラスは一応前に持ってんの。ワイングラスに、ジンジャーエール入れて、チーズのなんかちょっと、おかきみたいな。そうそうそう。あたかもなんかシャンパン飲んでますよ感出てるけど、その中ジンジャーエールやから。そういうとこでちょっと調子だけ乗らさせていただいてます。そういう夏があるかもしれんからね。そうです。今年はまた違ったね、僕。はい、いろんなもん見てるので、皆さんもこの初体験いっぱいあると思うんですけど、うん、僕もね、今年、24時間テレビだってライブしながら、そうやな。野球も応援しないといけない。これも初体験ですよ、僕。そうやね。たくさんね、経験させてもらいますから、皆さん、はい、ぜひぜひね、夏を楽しんでください。ありがとうございます。それでは、行きましょう。こんばんは、なにわ男子の大橋和也です。こんばんは、藤原丈一郎です。いつまでもうぶな気持ちを忘れず、大切にあなたに笑顔を届ける1時間、なにわ男子のうぶラジ、今週も始まりました。始まりました。いや、もう今週も先週に引き続いて、的確な状況判断と冴え渡るコメントでグループ内で最も頼りになる2人と、各所で評判のリーダーと副リーダーのコンビでお送りします。ありがとうございます。グループ内で最も頼りになる、うん、2人リーダーと副リーダーみたいなもんやん。藤原丈一郎と大橋和也。うん、大橋和也。2人やん。ポジティブやね、君は。だから各所って書いてある、そういうことよ。君はポジティブだ。ラジオだけじゃなくやん。なるほどね。多分日本超えて世界行ってるかもしれん。世界行ってるかもしれん。ポジティブ超えてバカだよ、君はもう。評判が世界にさえ渡ってるかもしれませんからね。そのコンビで今回お送りしてるんですけども、はい、さて現在ツアーの真っ只中の我々。そうですよ。ここから3ヶ月で全国を回らせていただきます。ツアー先での過ごし方も人それぞれなんでしょうか、なんですが滞在先で
アクティブに急に野球中継みたいなやめてよ。さあこれ一体何なんでしょうか。歌ぐらいの勢いで今もういやまあいろんな ね、あのね滞在先であの過ごし方が違うじゃないですか。確かにこれ終わってからも、うん、あのホテル戻る人って、うん、7人で一斉で帰るパターンと、うん、あ俺ちょっとマッサージ受けてから帰るわで、うん、別れたりするやん。まあそこで別れるよな。うん。一番早いの誰やろ。大吾結構早いよな。大吾と京平が早いから。なあ。なあ。早い早い。そだけど何してんやろうね。家あのホテル戻って。まあ俺はお風呂浸かる人めっちゃ。わかる。2時間ぐらい。それを、うん、あの今回まあその日にやったライブを映像見てこう映ってたんやなとか見ちゃうかな。ジョー君は。俺はでもお風呂入るけど俺はまずスタッフさんに氷をたくさん用意してもらって氷水入る。あ、ええー。水風呂プラス氷入れる。え、それなんでなん？いや、もう体を一気にガッて冷やして、疲労回復させるっていう。うん、あ、それでなんねや。そう、それやって。言ってた。ほら、滞在先でアクティブに外出するメンバーはって言うけど、アクティブって言ったらジョー君とさ、うん、ケントとかもなんか、今日もか、なんか野球してたりせえへん、始まる前に。まあ、してた。ライブのちょっと会場の、なんか、うん、まあ、できるスペースここいいですよ、みたいに言われて、うん、そこでキャッチボールとかしてた。結構体を動かすね。え、今回はどう？持っていく？キャッチャーミットとか。めちゃくちゃピッチングやる気満々や。しかも俺、取る方なんや。取る方。投げさせてくれ。取る方やいや、でも結構その会場によってね、うん、できるとことできないとこあるんで、うん、もう大体学んできた。ここはできるとか。ああ、ほんまに？そう。どこが一番なんかできるん？一番できんの北海道。北海道？北海道はね、気持ちいい。涼しいし。ああ、なるほどね。いろいろやったりしてたね。しかも、ジュニア時代はさ、うん、俺とジョー君なんかさ、一番多くなかった2人。そう。なんかね、1ヶ月ぐらい福岡で公演があって、1ヶ月一緒なんですよ。うん、そう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 。まあ、なくないですか？俺が一番覚えてんのは、大橋にドッキリさせようと思って、うん、あの、カップ麺を枕元に並べて、寝返り打った瞬間にカップ麺が大橋の顔に落ちるっていうドッキリしてんけど、寝返りめちゃくちゃうまい。カップ麺のタワー、倒さずに寝返りして。ちゃうねちゃうねちゃうね。それやろうと思ってるジョー君がやばい。やり損。ちゃうね、ジョー君そんなんじゃなくて、なんか知らんけど、ちょこちょこやんのよ。お風呂入ってる時とか、なんか上からちょっと水かけてきた。あの、言うたらそのバケツとかじゃなくて手に組んだぐらいの水をこうピッピッピッってかけてくるから、俺もわからんのよ。え、ちょっと上からなんか落ちてきたみたいな。暇やねん。そう、お風呂入ってる。暇やねん。あとはなんかトイレとかさ、あ、なんか、コインで開くやん。開く。開けよんねん。ピッキングすんねん。なんか、開けよんねん。ウィーとか言って。開けよんねん。なんか違う。別に開けて何をするかっていうのもないけど、ただ開けて、はぁ、みたいな。終わりよ。やねん。マジで何してんのっていうのが多々多かった。だから、それで1ヶ月過ごしましょう、僕。そう。で、すっごいジョー君には敏感。ほんまに。何されるかっていうのが。なんかされるみたいな、ね。そうそう。ツアー中もそうやん。ジョー君結構そういうのするやん。だから寝起きドッキリとかしたいなってやっぱ思いますよ。いや、だからさ、そういうのさ、なんか、やろうや。一回。だから、俺らで。俺されるのめっちゃ嫌やねん、ほんまに。寝起きドッキリしたいな。ちょっとしたいな。うん。なんか普通のなんか、てってりーとかじゃなくて、そのなんやろうね。まあ、北海道やとね、うん、牛とかね、部屋に牛入れてみたとか。もうって。で、何ってパッて見てる。牛おるドッキリ。あと何？あと何がいいやろね。あ、クジャクとかどう？寝起きす、まあまあまあ、いいんかな、それ。え、そういうのさ、見た時にさ、リアクション大きそうなの誰？流星。うわー、流星っぽいな。流星、マジでビビりやから。うん。だから何が怖いかって、テレビとかでなんか脅かされて、いやーって言うのは全然いいね。うん、日常でも。もう東京の街中で、たまにゴキブリがね、ピルーって言ったら、いやーって言って、向こうの車線の奥に歩いてる人もなんか、え、何みたいな。そのぐらい声出すのよ。いや、そんなね、こともいろいろしてますけどね。はい、今回はね、楽しそうですね。そんな風になんか。そうですね。うん、予告しときます。メンバーの、寝起きドッキリ、動物入ってくるドッキリ、やりたいと思います。もうやるかやるか、まあまあわからないですけど、はい、楽しみにしておいてください。というわけで、今週もウブな気持ちを忘れずにお送りしていきましょう。さあ、ここで一曲、関ジャニ∞さんが、8月9日、なんと、お野球の日に。野球の日ですね。あとなんかありますよね。野球の日。うん、野球の日、うん。ハクションでくしゃみの日とかじゃないですか。うわ、そうかもしれん。ね、俺よくくしゃみするけど、俺の日かもしれん。俺の日かもしれない、ね。俺の日かもしれない。何すか、何すか、え8月9日。はい。なんと、僕
僕、大橋和也の誕生日でございます。おー、ありがとう。その日にね、関ジャニ∞さんが、はい、リリースされるということで、はい、はい、ニューシングルです。はい、ありがとうございます。言ってください。誕生日言いたかっただけ。はい、言いたかった。誕生日なんですか？はい、誕生日で、僕の誕生日に関ジャニ∞さんがあのニューシングルを出されるということで、分かりました。そのタイトルを、はい、言ってください。覚えてください。それでは聞いてください。関ジャニ∞で狼と彗星。今日の担当は藤原丈一郎と大橋和也です。なにわ男子のブームラジ。ウブラジ伝言版。なにわ男子の長尾健人です。大西流星です。スタジオにいるメンバーへの伝言ですが、アウトドアの季節です。なにわ男子全員でキャンプに行ったら誰がどんな場面で活躍するのか妄想してみてくださいとのことです。なんでしょう。でも大橋くんには料理を絶対やってほしい。そうですね。料理得意なメンバーあんまいないので、うん、うん、なんかできる限りやってほしいし。で、できる限り。大悟くんその場所までの運転でしょ。運転。で、買い出しじゃあジョーくんでしょ。買い出し。ボボラスか。うん。と、大声で応援します。大声で応援して、そのあたりを散策しとります。散策して、もう何があるか分かんないから警備しとくさ。警備、あ、警備したい、年下組で。うん、うん、周り警備してくれ。警備。で、できたら呼んでもらって。あとは、料理するときに、めっちゃ汗かきそうな和志くんに、ハンディファンで、風を仰ぐっていう。あ、そうやね。強兵でいいんじゃない。強兵。携帯見ながらハンディファン当てるから、もう全然違うとこ当たってて、お、当たってない当たってないっていう姿が想像できる。いいね、キャンプ行きたい、マジで。いや、行きたい。ミッチーはね、なんやろね。ミッチーは、それこそ料理したがるけど、みんなにちょっとやめとけとか言われそう。うん、スイーツとか作ってほしい。なんかめっちゃ簡単なやつがいい。簡単なやつ。どんなやつ普通でも。市販のやつを盛り付けるぐらい。みんなにスクラム乗ってるとか。ああ、いいですね。なんかそのなんかちょっと可愛らしいのもやってほしいから。うん。まあもう。料理好きそうやもんね。ミッチー料理好きそう。だって家でたまに作ってるらしいですからね。はい、ということでですね、スタジオにいるメンバーも少し妄想してみてください。以上、長尾健人と大西流星でした。なんか声が若いな。なんかウブラジ伝言版がめっちゃ可愛くなかった。健人と流星のみんななんかこの役割がどうのこうの言ってたじゃないですか、うん、ミッチーに関してはだいぶね、もうとりあえず何もせんといてって言ってんのとしちゃったからね。市販のねやつを盛り付けるぐらいでとか。しかもそれ流星が言ってんねんね。いつもやってる人が。そうやで。流星よくさ、市販のやつをさ、ちょっと温めて俺が作ってきたって言うて。やるやる。すごい。もう分かってんねん俺らも。分かってるけど、それに付き合って演技してなあかんねん。うわ、すげえ、これ何、めっちゃ美味しそうやんって。うん、美味しいやろ、食べてって。で、それが売れなかったらもう一周来るんです。そう。口パッサパサ。今から、声前やけど。舞台やのに。口パサパサやから。あったなぁ。いやけど、なんか楽しそうよな。みんなで、なにわ男子7人でキャンプするって。ね、キャンプファイヤーとかもしてみたい。うわ、いいな。で、なんかこう、夜空が綺麗なとこ、星をさ、みんなでさ、露天風呂みたいな、なんか頑張って作ってさ。あ、作ろうや。作ってこう上見上げて、うわ、めっちゃ星綺麗やなみたいな。穴掘ってブルーシート引いたで、お湯炊いたらいけそうじゃない。それな、多分めっちゃ時間かかりそうやな。かかるかな。めっちゃ時間かかりそうやな。そういうなんか一つさ、物作りたいよね。キャンプでなんかしたい。だからジョー君的には何の役割してる？俺なんかさっき買い出しとか言ってた。そうやね。買い出しってみんなで行くんじゃない？しかもキャンプ入る前やな。キャンプ行く前にみんなでこれ買って、うわ、これいいやいいやとかなんか、着いた瞬間にじゃあジョー君行ってらっしゃって、俺二度出前やな。そうやね。そうやんな。そう。で、わしは料理を作るということ。僕はそうですね。バーベキューとか、まあ、肉を焼いたりとか、まあ、キャンプといえば、鉄板のそのカレー。ああ、いいね。とか作ったりしたいですね。まあ、それでもできたらなと。そうやな、夏ね、できたらなと思います。はい。そして、ここからは、近況トークのお時間となっております。え？思います。ニュース読んでんのか。そのぐらいの緊張感で読んでた。え、ここからは、近況トークの時間です。なんか、カミカミになるよって思って、ここからは近況トークのお時間です。はい、今日は、はい、藤原丈一郎くんからの近況を言っていただきたいと思います。はい、近況トークなんですけども、休みの日とか、うん、まあ、もちろんなんか出かけたりするんやけど、仕事がじゃあ夕方に終わったら何しようかってめっちゃ悩むやん、うんうん、どうしようかな、ご飯誰か誘って食べに行こうかな、うん、いやでもなーって言ってると気づいたらもう7時とかなんだよ。うわ、わかるわ。うわーって、あれあれやな。でもそういった時にすぐ何かしたいなと思った時に、やっぱお家でサブスクで映画を見ようと。
これはもう誰でもできるやん。うん、しゃ絶対これ見ようと思って。じゃあ映画見るときにはもう全部もうお風呂も入って、うん、でもご飯も食べて、でも洗濯物とかも全部した状態で俺は見たいと思って、もうそれまでもう一生懸命やるわけですよ。うん、そしたらたまに俺ね年に3回ぐらいなんか掃除スイッチが入るときあるのよ。あ、その延長線上で。やってる最中にちょっとだけ掃除しようと思ったら、うん、じゃあここもやろう、ここもやろうって。ああ、わかるわかる。B 型やから、なんかすごいめんどくさがりやねんけど、うん、ほんまに、なんか急にめっちゃスイッチ入って、だからキッチンとか、浴槽とか全部やったりするの。うん、何年たまに。うん、あと掛け布団とかも、これどうしようと思って、ちょっと薄いし、じゃあもう洗おうと思ってバーってやったりとか、うん、で、お風呂も入って完璧な状態。うん、はい、もう洗濯も回した。さあ、それでご飯も食べました。うん、さあ、完璧な状態で映画見よう。で、何見よう。何見ようかな。で、ここでまた10分ぐらい探すわけよ。映画をね、うん。あ、これ映画館で見ようとしてたやつ見ようと思って、怖いちょっとホラーのやつ。見てたわけ、うん。してたらやっぱ怖い映画見てると、なんか、家の中が気になってくるわけよ、うん。なんかその、例えばこういうなんか、とかいうこういう音とかも、うん、なんか、何みたいな。で、そういう時に限って俺電気暗くしてやってね。そしたら、そしたらね、ドド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 ドって音して、やばと思って、あ、これもう、0、4だと思って、うん、玄関の方から聞こえてきたから玄関の方行くわけよ。そしたら、なんもないね。うん、で、再生もう一個したらもう一回、ドド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 、ピーピーピーって音して、うん、やばい俺これ、マジ怖いと思って、近づいてったらまだピーピーって言ってるわけ。近づいたら洗濯機。掛け布団が多分重すぎて、すっごい洗濯機が揺れてるわけ。うん、で、脱水のやつね。そう。で、もう大体時間も遅かって、うん、12時前よ。これどうしようと思って。でも洗濯しなあかんわけ。取ろうと思ったら脱水ちゃんとできてないからもう、うん、もう布団の3倍ぐらいの重さになってるわけ。びっちょびちょやから。あれあれ。これ干されへんやん。うん、脱水しようと思ってもう一回ピッと押したらもう一回ダダ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 ンってなるから映画どころじゃないわけ。深夜に俺、洗濯機抱えて、できるだけガガガガってならんようにやったわけ。うん、で、あと何分かなと思ったら脱水9分ってなってて。うん、俺深夜に洗濯機9分抱えててんずっとこうやって抱きついてたやな9分でででででってなってでもやばいと思ってひっかってやるわけ、うん、したら収まんねんトゥ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 ってふーと思ったらダダダダダダンででまたピーピーってなって E の27みたいななんかよくわからん数字出てくるんだよ。いいやろ絶対俺もいいエラーの E やねんけど、うん、でこういった場合どうしたらいいかっていうのをちゃんと書いてるわけ。説明書。説明書なんか捨てたしと思いながら。俺はもう風呂入ったのに汗だく。タイム見たらまだ一時停止してるからまだ残り6分とか。わかるわかる。6分これやらなあかんねやと思って、もう一回、ででなんかずっと洗濯機抱えて、で、右見たら普通に洗面台の鏡が、自分を映してるわけよ。汗だくなわけよ。俺一人でこうやって。ホラー映画見てる最中に。で、最終的にピーピーって終わって、で、最終的にめっちゃ汗たくなったから、もう一回風呂入って。もったいな。もったいないよ、もう。汗たく。で、最後までホラー見て、疲れすぎたやろな、ソファーで寝落ちっていう。休日やのにめっちゃ疲れた。あれ、どうしたらいいの？遠心力あれって。遠心力になるから、うん、タオルとか別でもう一個入れんなよ。やったら、ちゃんとした遠心力で、均等な遠心力でガガガってならんから。そんなこと考えへんと、とりあえず掛け布団とあと洗えるもんを洗ったろうと思って、うん、いっぱい入れててん。でも、びっちょびちょ。もっとでかい洗濯機買わなあかんのかなとか。畳み方ちゃう？畳み方で俺も変わる。へあるから教えたら後で畳み方。ありがとう。うん。畳み方こう。いや、だからこれちょっと、リスナーの皆さんも洗濯機。あるあるやな、それ。大きいものあるある。そう、大きいものあるある。とりあえず俺は深夜に、うん、もう近所迷惑ならんように、9分間ホールドしてた洗濯機を。めちゃくちゃ疲れました。皆さんもそんなことがないようにしてください。はい、お願いします。教えてください、そしてね。何は男子の、ウブラジー今日の担当は、大橋和也と、藤原丈一郎です。なにわ男子の大橋和也です。藤原丈一郎です。なにわ男子のうぶらじをお送りしています。おい。じゃあ、普通おた来てますので読みますね、うん。お願いします。大阪府のもちもちプリンさんからいただきました。お、プリン。私は豚まんの皮とあんを分けて食べたり、焼きそばの麺と具を分けて食べるのが好きで、うん、一人の時にこっそり楽しんでいます。なにわ男子さんの皆さんは、変わった食べ方しちゃうものってありますか？ね、変わった食べ方って何のかな、俺。何？どんぶり？うん。どんぶり食べるけど、俺一人の時とかは分けて食べちゃう。上を先取ってから。あ、そういうことか。そう。だから、
牛丼とか食べるときは、な牛皿を頼んで。あ、そう。この世の中には多分、こうやって分けて食べる人って多分多いと思うのよ。うん。俺はそれ、分けて食べたい人なんよ。で、その、べちゃべちゃになるのも好きやで。その、つゆだくとかして、うん。好きやねんけど、なんか分けて食べちゃうの。その、カレーもそうで。これなんか、混ぜんのがあんまり好きじゃないのよ。ジョークも。俺はこれ聞いた話やねんけど、うん、ミルクレープあるじゃないですか。うん、何層にもなってるやつ、うん。僕は普通にフォークで上からこう下までタタタタタタって、あれが大好きなのよ。で、それをメンバーの大西流星と食べてるときに、うん、流星のお父さんかな、うん、は、一枚一枚上から食べていくみたいな。うん、お前ふざけんなよ。ミルクレープは上からのあの段の層がタタタタタタって、あれがいいね。あれを一枚一枚取るってなんなんて。あれ味違うん、よく。なんなんやろな。普通上から行きますよね、うん。たまにいるらしいのよ。ミルクレープ一枚一枚剥がしていく。誰かおったくない？あれが、なんか多分、好きというか、まあ、味はね、一緒ですけども、なんか一枚一枚めくっていくのが楽しみとか、あるらしいのよ。ちょっと変わった食べ方の人もいらっしゃるってことだよね。そう。ちょっと見つけたいわ。カレーとかもね、ルーとライス、なんかこう混ぜて食べる人もいるやん。一気に。うん、で、ちょっと変わったなぁ、変わった食べ方してるなぁって思った方はね、電話してください。電話してください、じゃあ。電話じゃあ。これ何、これ何してるんでしたっけ？もう一回俺ら今これ何してんの今。深夜の生放送。全然違う。収録です。ほんで電話してこないでください、皆さん。お便りください。お便りください。勝手に今大橋和也が、じゃあ電話してきてください。はい、続いてこちらの新コーナーに参りたいと思います。超個人的記録発表会。何ですかこれ。なにわ男子のアリーナツナアリーナツアーツアーやツナにすな。これアリーナツアー、はい、ライブツアー2023ポップモール。このツアーではなんと44もの公演を行います。44公演ですよ。44公演させてもらうんですけども、グループ史上最も多い公演数44に挑む僕たちですが、お聞きの皆さんも何らかのね、数字の記録は持っているのかということで、持っているんでしょうかということで、このコーナーでは皆さんの超個人的記録を紹介していきたいと思います。はい、もう早速ですが、どんなメールを届いているでしょうか。ジョー君お願いします。東京都トモプーさんの記録は50です。え、何の数字やろそれ。こちらはですね、小4の時に食べた回転寿司の皿の数やって。小4で 50? 食べ盛りというものもあって、気づいたら50皿平らげていました。マジ？今も割と食べる方ではありますが、あの頃の自分には勝てません。俺でも最大で俺40ちょっとよ。だけど50いってるってことやろ。いってる。しかも小4の時に。すごい。マジ？これ全部1巻とかじゃん。1巻のやつ。いや、1巻でもすごいよ。1巻でもすごい。でも多分回転寿司ってことはね、2巻じゃないですか。そう。え、すげえな。結構俺も食べたんよ。100巻ってこと？単純計算でいくと、これにさ、うどんとか入ってたらやばいよね。やばい。でも一皿やん。うん。スイーツ系でも。え、これはすごいよ。だからその数ちょっと、トモプーさん50はすごい。これは超個人的記録ですよ。記録ちゃんと記録になってると思う。すげえな。で、続きまして、福岡県ラジオネームゆいかさんの記録は 0.8。 0.8、 0.8、 小数点入ってきたな。そう、 0.8 秒でございます。おい、この数字は家族にティッシュを取ってと言われてから家族にティッシュを手渡すまでの速さです。測ってんのかほんまに。小さい頃からティッシュを取るのが得意で毎日記録更新中です。 0.8 秒を超えられるように頑張ってます。頑張ってます。何それ。ティッシュ持ってこられてて。うわ。ティッシュ取ってって言われてからの 0.8 秒。ちょっと測ってもらう、どんなもんか。いや、えげつないと思うね。だってこれ言ったらパッて取らなあかんわけやん。そう、だから別にさ、ティッシュもさ、どこにあるかわからんやん。うん。これも。だから俺目つぶっとくわ。オッケー。よい、スタートで目開けるから、それで測ろう。で、ジョークに渡したタイミングね。じゃ、どこでもいいんですかこれ。どこでもいいよ、そんな。どこでもいいですか。いや、どこでもいい。じゃ、わかりました。はい。はい。じゃ、目開けて。よい、スタート言ってな。目開けて。普通に喋ってる時に言うわ。俺の目ずっと見といて。探すな。探すな、もう。何しよう、何しよう。でも、やっぱね、これ、すごいね、0.8 秒って。でも、ティッシュ取って。ティッシュ。1。はい。2。3。ちょ、待ってや、ちょ、待って。なんでだ。
6え、どこ、ちょ、待って待って、どこに置いたの、何しとん、10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ブース内をいろんなところ、え、ちょ待って、マジで、さあ探してます、いい、探、ちょい、0.8 秒よ、わからんわからんねん、わからんねん、すごいよ、ゆいかさんは 0.8 秒やったよ、ちょね、これ80秒ぐらいかかんじゃん、じゃもらったティッシュはがないのよ、横に俺の横のティッシュ、オールナイト日本ティッシュ、赤のティッシュ、いかどいて、いかどいて、え、さあどこ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 、さあどこだ、さあどこ、やばいよこれ、ちょ待って待って待って、なあ、え、これスタッフさんと提携したよ、提携そうさ何？あの、テイ君だやろって言いたかった。テイ君だやろ、それ。グルやったやろって言って。グルやったやろ、すいません。テイキしたやろ。テイキしたやろ。スポンサーか、俺ら。なんかスタッフさんがなんか手、ポーってなんか見えたもん、一瞬俺。これ。ごめん。何しよん。スタッフさんで提携してたわ。提携してた。ごめんなさい。ごめん、多分ね。よくないわ。え、わかった。うん、で言うと 0.8 秒以上かかってます。そらそや。すごいよね。パッて取らなあかんから。パッて取らなあかんからな。すごいわ。もうじゃあ続きまして、ジョー君お願いします。はい、続きまして、福島県福島市の俺らの心の拠り所、ひなちゃんさんの記録は46.8。46.8? 何やろそれ、何でしょうこれ、何だと思います、 46.8 消臭、消臭消臭で匂い消さないでください46.8 センチメートル、センチメートル、はい、ああれちゃう、あれ飛べた、ジャンプジャンプそんな飛んでんくない、多分そんなないかちなみに、うん、ちなみに何、これようやったな、学生生活で、あ、生活でやることです、生活で、はい、みんなで協力した時は 60.4 センチでした、みんなで協力、いやー、これはやってたね、やった、ジョー君、これをしたことはないけど、うん、でもそれを丸めたりしてたね、あ、はいはいはい、あのティッシュかなんか、あのゴミ丸めて、あのなんかゴミ箱に入れる動作動作おい、みんなで協力した 60.4 って何なんそれ絶対不正入ってるやん、違いますよ。これは消しゴムのカスをつなげて細長く伸ばした時の過去最高記録です。うわー！個人的には 46.8。みんなで協力した時は 60.4。マジ？これだけ言わせてくれ。うん、勉強せえと。確かに俺もやってたけどさ、15センチ物差しでもいかんかったもん、その長さ。いや、これ 60.4 ってすごいなよ。めちゃくちゃすごいやん。すごいよ。いつしてたんやろ、そんな。結構時間かかりすぎ、休み時間かな、うん。うん。授業中ではないことを祈る。祈るやな。はい。せやな。じゃあ続きまして、千葉県よりどころネーム、なずきさんの記録は、6。シンプルやね。うん。な、秒とか何もない。もう6。うん。何やと思いますか？ 6？ シンプルですよ。シンプル。シンプルに。もうシンプルに考えてください。あれじゃないですか？こう、休日に、友達と、うん、出会った回数。ああ。一日で。おう、なんちゃん、なになにちゃん、おう、なんとかちゃん、みたいな。ああ。すごい。え？不正解。なんやねん。煽り下手やな、ね。すごい。違う。21年間生きてきた中で、7回も骨折したことが個人的記録です。はい。しかも、小学5、6年生の2年間で6回も、骨折をしました。なぜ骨折したかというと、小学生の時にドッジボールを習っていて、取り方が悪く骨折を7回もしてしまいました。じゃあ、小学5、6年生の時に6回もしたんや。え、骨折って俺まだないのよね。ない。俺一回ある。え、何？あばら。なんでなんで？あばら。バカギ骨折って言って。え、何それ？痛そう。骨折ではないのよ。え？なんか、たまにさ、森とか、なんかこう、木の枝落ちてるやんか、うん、若い木って踏んでもうポキってならずになんかこうぬるってなるやん、 あれがそうしなる感じ、あれが若木骨折って言って、自転車こいでる時に、で右曲がった瞬間にトム・クルーズみたいに前に飛び込んで、うわーと思って顔だけ守らなと思って顔を守ったら綺麗に自分の肘であばらにガーンってエルボーしてもって、でそっからよ、行ってちょっと息しづらいなと思って、ただ、その後、うん、吉本新喜劇のあの座長公演見に行かなあかんかって大丈夫ね、行ったわけで笑うやんか、痛いわけ一人だけ感情ぐちゃぐちゃ、ビャーッってもう笑ってんのか泣いてんのかどっちかわからんみたいな先に病院行け、いやもう座長公演だけチケット取ってたから、そうな、そう、そんなことあった、見たいけどな、
痛そうやなーこれ。絶対痛いやん。いや、これだから、俺らもこれやんの面白そうやね、数字。なんかの自分的なね、数字も面白そうですね、これ。何でもいいので、皆さん、どしどし送ってください。お願いします。今日のメールは以上でございます。以上、以上、超個人的記録発表会でした。ここで曲いきたいんですけども、はい、9月13日水曜日にリリースされるなにわ男子の両 A 名シングルメイクアップデイミッシングからミッシングをラジオ初解禁しちゃおうと思います。よいしょ。ジョー君、こちらはどんな楽曲となっておりますでしょうか。何え、もうええやろ。もういいよ。もういいやろ。なんか慣れてきたわ。慣れてきたやろ。俺も慣れてきたもん、なんか言うの。逆にこれ噛んだって言い方やめへん。もうビブラートかけてきたんですよ。そうしよう。アーティストっぽくない？そうしよう。すいません、ちょっとうちのわしがまたビブラートかけちゃって。あ、いい、これにしよう。そうしよう。さあ、ということでこのミッシングですか。ミッシングはですね、はい、ストーンズの松村北斗くん、そしてなにわ男子の西畑大吾がダブル主演、お、テレビ朝日系推しドラサタデーノッキンオンロックドドアの主題歌となっております。よいしょ。そしてこちらの楽曲はですね、ミスティーな世界観、そしてジャジーなアプローチの楽曲で、なにわ男子の新たな一面を引き出す楽曲となっております。なるほどね、ミスティーなんやな。そうなんですよ、これ両 A 面シングル、メイクアップデーはね、ちょっとこう、まあ先週言いましたけど、うん、まあちょっとこうキラキラした感じで、でもテンポ感もあって、これまたミッシングはガラッと変わってますので、うん、ぜひ聴いてください。なにわ男子でミッシング。今日の担当は大橋和也と藤原丈一郎です。なにわ男子のなにわ男子のウブラジをお送りしています。続いてはこちらのコーナーです。一言で回答、大橋和也のプチお悩み相談室。はい、リスナーさんのプチお悩みをたった一言で多分解決するかもしれない人生相談風コーナーでございます。風ね。はい、風なんです。早速相談に乗っていきたいと思います。お願いします、ジョー君。はい、来てますよ。北海道15歳俺らの心の拠り所、こうちゃんさんからいただきました、はい、私の悩みはメールの終わらせ方がわからないことです。クラスの男子から毎日のように連絡が来るのですが、私が返事を送ったらすぐに既読がついて、内容もそこまで大した話ではないのに30分以上連絡し続けないといけないことが多いです。正直他のこともしたいのに会話の終わらせ方がわからないせいで、結局会話が終わるのに時間がかかってしまいます。こういった時どうすればいいですか。さあ、これね、メールの終わらせ方なんか難しいですよね。スタンプ送るだけでもあれやけど、もういけますか。スタンプ送るだけでもあれとかでもいけますけどね。でもそういうことじゃないんですよね。そういうことじゃないな。こう僕らが考えることよりさらに斜め上のことが欲しいわけじゃないですか。うん、そうやな。まさかスタンプ送るとかそういうことではないですよね。じゃないですよね。それはそうですよね。まさかそれ言ったらこのコーナーは今もう即終了ですよ。そんな誰でも言えるようなこと。そうやな。そうですよ。じゃあそれでは大橋さん、はい、このお悩みに一言で回答お願いします。既読しました。ごめんなさい、ちょっと理解できてないな。既読しました。はい。これどういうことですか？いや、なんかスタンプもいいですよ。はい。いいですけど、やっぱスタンプって、まあ、あ、こいつもうあれな、なんか終わらせたんかなってちょっと思っちゃうやん。確かになんかそういう流れはできてるじゃないですか。うん。別にあれやで、あのスタンプ送るからといって別にそういうわけではないですけど、やっぱりそう思う方もいらっしゃるでしょうから、既読しました。どういうことなんですか。既読しましたがどういうことなんですかって。あ、まあ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 、スローは良くないやん。そうね、スルーは良くないよ、記録。だから一応自分でも既読しましたって書けばいいのよ。もう終わらすの、それで。それで、え、何みたいな返事来たらどうするの。何気になるよね、既読しましたって。うん。既読しました。あ、じゃあほんなら喋ってます。ジョー君と喋ってます。なんとかだよね。あ、なんとかだよねって。はい。来ました。既読ついて。既読しました。え、何わらわら。終わりやん、ほら。いやいや、無視してるやん。結局無視してるやん。もう、わらわらってきたら、わらわらって返せばいい。え、あ、なるほど。わらわらでも終わり。オウム返しってことですか？え？既読しましたからのオウム返しすれば。ちょっとオウム返したらもう終わると思う。ああ。で、笑った、デュフフ。はい。なんじゃ、デュフフで返せば。なるほど。それで大丈夫なんですか？それで大丈夫、大丈夫。あ、大丈夫、みたいな。大丈夫だ。はい、大丈夫だ。大丈夫だ。こうちゃんさんやってみてください。やってみてください。既読しました。さあ、それでは続いてきました。こういう東京都20代の味噌スープさんからいただきました。僕は優柔不断で困っています。はい、甘いものが好きで、
よくクレープ屋さんに行きますが、いちごやバナナ、抹茶、ツナなどどれも美味しそうに見えてしまい、1時間ほどメニューを見て迷ってしまいます。結局買わずに帰ってしまいました。どうしたらスパッと決められるでしょうか。これわかるわ、俺も優柔不断やからさ、うん、これ味噌スープさんと同じこと聞きたい。お、結局ね、なんかこうもうええわってなっちゃうのよね、その間に、うん、もういけますか。うん、全然いけ。あ、さすが俺や。それでは大橋さん、このお悩みに一言で回答をお願いします。全部買え。なんかかっこいいですね、全部買え。はい、僕結構、僕もまあそっち寄りなんですよ。はい、優柔不断寄りで、食べ物になるとね、はい、いや、これ食いたいな、これ食いたいな、これ食いたいなって、食いたいなって思ったからにはやっぱ食いたいじゃないですか。はい、全部買います僕は。はい、もうだから我慢するなと。そう、我慢するな。何食べたい、何食べたい、うわこれも食べたいな、これも食べたいな、うん、全部食べたれ。全部食べたらもうじゃあ解決するよ。解決するし、向こうのお店側も嬉しい。確かにね。そう、確かにそれは嬉しいかも。うん、だから結局悩んでる時間が無駄だった。無駄、もうほんまにすぐでも迷ったらもう全部買ったらいい。全部買ったらいいと。全部買ったらいい。さすが大橋さん、ちょっと懐が広いですね。懐が広い。あ、お迎えしやってきた。これもう終わらせようとしてもう早速早速やってきた。じゃあそれでは続いて長野県の俺らの心の拠り所、桃太郎さんからです。いいね。私は子育てをしながら主婦をしています。毎日ご飯を作るのですが、密封ボトルの調味料をきれいに最後まで使えず悩んでいます。量が減ると強い力で押さないと出ないので、きれいに出し切ることができません。最後まで出し切ることができるような力の入る掛け声はありますでしょうか。掛け声、はい、やり方ではありません。最後ね、出し切りたいんですよ。なかなか出ない。そういった時の力が入る掛け声ありますかと。この文章最後の一文終わるまでは、大橋はこれどうやって綺麗に出してんやろな、ボトルこれどうしたらいいんやろうなって考えしてましたよね。違います。最後まで聞いてください。出し切ることができるような力の入る掛け声ありますか。いけますか。じゃあそれでは大橋さん、はい、この悩みに一言で回答。絞れー。ちょっと早いわ、ちょっと早いわ。もうちょっと伸ばしてほしいから。伸ばすね俺。絞れー。絞れー。うん、絞れー。絞れー。うん。これどういうことですか。絞れー。もう、ギューって、もう絞ったらええ。もう雑巾のように。はい。それ。絞れーって言うんですか。掛け声で。そう。絞れーって俺が言ったら多分、勝手に力ギュッて入ると思う。あ、だからこれやることによって、奥さん、うん、やっぱ普段の、例えば、うんっていう、自分の、そう、自分でうんってするより、俺のこの絞れー言ったら、絞らなあかんやん。え、大橋さんが言うんですか。俺が言ったら、僕の絞れで多分一滴残さず、あの、使い切ることができます。すいません、はい、あの、出張絞れの方ですよね。はい、これ全然なんか出し切ることができないんですよ。はい、やってもらっていいですか。坂さんに持って。はい。え、何、かっこいい。いくよ。はい、絞れー。はぁ、あ、出た。なんか出た言うてキラキラキラも嫌やな。なんかちょっと嫌やな。ちょっと嫌やわ。すごい。すごい。そういうことよ、そういうこと。あ、そういうことなんですか。掛け声、掛け声必要。今日どうですか、いろいろなお悩み聞きましたけど。今回ちょっとな、内容もあれやったな。ちょっと陰湿っていうか、陰湿じゃないな、陰湿じゃない。陰湿じゃない。陰湿じゃない。何が言いたいんですか。なんか、あの、なんていうの、あの、表向きではね、ちょっと裏の感じしましたね。裏の感じがした。裏の感じ。あの、やっぱ、あの、ちょっと難しかったってことね。難しかった。うん、ちょっと難しかった。難しいって単語出すまでにすっごい遠回りしたな。ちょっとあの、やっぱり自分でも、あの、相談室ちょっと考えなあかんなって思うような内容でしたね。だからみんながやっぱ。これだから一言っていうのが難しいんじゃない？え？二言で回答、大橋和也のプチお悩み相談室に変えたらもう。いえ、一言でいい。そんな変えるわけない。そんな、あの、ジョー君みたいになんかは。ジョー君みたいにさ。変えさせようとする。絶対変えへんから俺は。このままでいきますから、皆さん、はい、ぜひぜひね、あの、一言で回答できるかもしれない、あの、プチお悩み相談室なんで、ぜひぜひ皆さん送ってください。よろしくお願いいたします。お願いします。以上、一言で回答、大橋和也のプチお悩み相談室でした。なにわ男子のウブラジー。今日の担当は藤原丈一郎と大橋和也です。なにわ男子のウブラジー。
今から5年後、あなたは何をしてどんな風に暮らしていますか？5ヶ月先ならすぐに答えられそうですが、5年後だとどうでしょう？人生の景色がちょっとだけ変わっているかもしれない。未来に思いを馳せて手紙を送ってください。5年後の私へ。5年後の自分に向けて書いた手紙を紹介するコーナーです。そして今日最終回ということで、そうなんです、今までねたくさんお便り読まさせていただきましたけど、今日が最終回ということで最後の一通を読みたいと思います。お願いします。広島県おとちゃん16歳からいただきました。私は今高校2年生です。将来の夢はラジオ番組の制作に関わる仕事に就くことです。高校で放送部として校内ラジオを作るうちに、将来こういう仕事に就きたいと思うようになりました。この夢を叶えられていますか？今の私は校内ラジオを楽しいものにするために頑張っています。5年後の私も目標を立てて頑張れていると信じています。もし仕事でつまずいた時はラジオを聞いて初心を思い出してください。ラジオのお仕事をして太陽みたいな存在になることができますように。これからも笑顔を忘れずに。嬉しいな、このラジオの仕事してる時にこうやってラジオの仕事に就きたいですって言ってくれるのは、なんかやっぱやってて、もしかしたらね5年後10年後まだそれ以上になるかもしれないけど、一緒に仕事してる可能性もあるし。そやな、俺も放送部やったのよ。あ、そうなん？そう。で、そこでラジオとかやったりしてて、献立とか言うだけやったけど、でも、それだけでも、なんか自分がなぜそれをやりたいなと思ったのは、聞いてる時に、その人の言い方によって、給食の美味しさが変わるなって。おー、なるほど、ね。なんかだるそうに言ってると、やっぱりさ、今日の献立は、コッペパンに、とかよりかは、今日の献立は、コッペパン。とかなんかやってたよ。そして、豚キムチーとか言ってて。なるほど、ね。なんかそういう感じで。そそられる。そうそうそう。だからそういうのが、やっぱり今になって生きてるから、おとちゃんもさ、こういうね、こう学校校内のラジオやけども、こうやっていろいろ試行錯誤することによって、それが将来に、点と点が繋がる瞬間もあるから、ぜひ頑張っていただけたらなって。ね、こうやって一緒になる可能性あると。そう、だからスタッフさんもさ、めっちゃ嬉しいんじゃない？そうやってね。働いてるから、職場で。だって、あの時の、お便り、5年後の私への最終回、おとちゃん、あれ私なんですって言ってくれたらめっちゃ嬉しいよ、ね。嬉しいよな。いや、でもこうやってね、目標がね、あるっていうのは嬉しいことですし、そしてね、改めて皆さん、5年後の私へ送っていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。今夜もたくさんのお便り、ありがとうございました。さあ、というわけで、先ほども紹介させていただきましたけども、こちらのコーナーが今日で最終回。そっか。ね、こうやって改めて自分への手紙を送ってくださったリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。いやーなんかこの、やっぱコーナーって、皆さんの思いをこうさ、聞いて、それを皆さんに伝えれるっていう、すごいいいコーナーだったので、まあ寂しさもありますけども、またバージョンアップして来週からは新コーナー、メッセージボックスがスタートします。はい。こちらはね、詳しいコーナーの概要は番組のホームページに載ってるので、そちらの方をぜひチェックしてください。お願いします。ということで、以上、5年後の私へのコーナーでした。今日の担当は、藤原丈一郎と大橋和也です。なにわ男子のブームラジさあ、エンディング。番組ではあなたからのメールを募集中です。はい。宛先は、なにわアットマーク 1242.com。なにわのスペルは、ローマ字で、NANIWA です。ここで、僕たちからのお知らせをしたいと思います。はい。セカンドアルバム、ポップモールがリリースされています。たくさん皆さん聞いてください。よろしくお願いします。お願いします。さらにアルバムを引っ提げた全国ツアーもスタートしておりますので、会場に足を運んでくださる皆さん、一緒に楽しんでいきましょう。お願いします。詳しい情報は僕らのオフィシャルサイトでご確認ください。そしてですね、9月13日にはニューシングルの方も発売されますので、ね、ミッシングとメイクアップで、そちらの方も楽しみにしておいてください。お願いします。終わりましたよ、僕たちの、はい、あのラジオ
募集中のラジオ。え、俺ら、これ、二人でレギュラーじゃん。じゃ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 。ちゃうやん、ちゃうやん。どうやったって聞きたかったよ、先週、今週。そう、先週、今週、2回続けてね、毎回やらせていただいてますから。はい。なんか、大橋和也はほんまに、わからん。わからん。うん。なんやろね。その心は。その心は、なんか、つかめそうでつかめない。うわー、それ、いいんじゃない？悪いです。悪いな。はい。何？他の人とラジオやってる時はこんな笑ったり考えたりせえへんねんけど。あ、いいやん。じゃあ笑うっていうことはいいことやけど、だからスタッフさんも笑ってるから。陽気笑ってくれてんのよ。ちゃ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 、しんどいねんってこれ。え、いいっすよね。どうどう、スタッフさん的に、もういいよ、喋って、いいよ。何様やねん、ほんま。ええよ、喋ってよ、お前。ええよ、ええよ、って。いつもついてくださってるからね、ありがとうございます、本当に。じゃあ終わりますか。はい。じゃあね、来年、来年じゃ来週も、来週も、ぜひぜひ楽しんで聞いてくださると幸いでございます。なにわ男子のうぶらじ、お付き合いいただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。ここまでのお相手は、大橋和也と、藤原丈一郎でした。バイバーイ。